はい、皆さんは多分常々から疑問に思ってるんじゃないでしょうか。ナースが5回ブリンクできたらどうなるんだとお見せしましょう。こうなります。1 2 3 4 5ということでですね、ちょっととてもひどい場所にありますね。なんやねんこれ、お前やる気ないんか、帰れよもう。実はですね、今回対戦しているサバイバーが別にチームというわけではなさそうなんですけど、全員フェンミンちゃんです。もうちょっと僕今テンションが今非常に高いです。いやー、なんかフェンミンが2人ぐらい揃ったら3人目がフェンミンに変えて、4人目もそれを見て、じゃあフェンミンにしようかみたいな感じで、板倒すかどうか悩んでるフェンミンちゃん、かわいいなー。さあって1投目、あれどこ行った、あーどこ行った、あれ足跡、いやでも俺にはわかる、フェンミンちゃんはこの辺りにいる、やっぱりな、せえと思ったわ。あジャンプ見て走ってきたな、こっちに。残念やったな。そうはいかん。よし、でも全員フェンミンちゃんやからすごい区別がむずいな。あー板倒れてる、迂回しよう。じゃあ左から2番目のミンちゃんと呼びます。これどのミンちゃん何回釣ったか分かれへんなるやんか、もう。あーちょっとルイン壊された、早っ。でも今なら終えるはず。じゃあルイン壊したミンちゃん、お前は何番目のミンちゃんや。俺は5回飛べるぞ。どこや、おった。まさかこんな飛び回るとは相手思えんかったやろ。ちょっと待って、でも気絶が長い、さすがに気絶時間が長い。おっとっとっと、待って、よーし追うぞ。これさ、ブリンク、おだ、あたたたたた、おー、よし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 、大混乱やな。これブリンクが5回できる代わりにさ、いつもよりもワープする距離が短くなってるんですよ。距離短いけど回数繰り返して飛べるよみたいな感じやねんけど、難しいなこれ。レアなアドオンいっぱいつけてきたんですけれども、むしろつけない方が3回とかの方が一番強いんじゃないかというのはよく言われています。どこや、おった、あお前左から2番目のミンちゃんやな。よっしゃ、攻撃するぞ、届かん、うわめっちゃ逃げていくやん、なんでそんな逃げていくん、どこに行くん、どこに行こうって言うん。おった、よしよし、おいしょ、あとあとあと、なかなかやるよな。建物中入ったかなとすると、左、あ違う、今後ろから聞こえた、来た道戻ってる、制御がむずい、制御がむずいけど飛べるから、何回でも飛べるから、回数や、回数を刻んで、よっしゃ、距離で稼ぐことはできへんから回数でなんとかするしかない。おった、よし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 、もう飛ぶたんびにパニックやねんけど、もう忙しいなこのゲーム。よいしょ、左から2番目のミンちゃんは2回目なので、でルインを壊したミンちゃんが1回目、ちょっと待って、ルインを壊したミンちゃんは左から何番目、ちょっと待って、まあどうせね最近まあどのランク帯でもルインは速攻で壊されるので、お守り程度につけてるんですが、ぶっちゃ飛ぶやん。もうすげえ逃げてったやろうな。なので、今回はノーワンをつけることにより、さすがにおらんか、そうノーワンをつけてきております。これでまあ最後もう一人でも多くの敵を捕まえて、お前は初民ちゃんか、初民かお前、庶民かお前、わからん、でもルイニョ壊した民ちゃんも確か似たような見た目やった、もうわからん、どこやどこや、こういったんやとしたらやっぱそこか、よし、よし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 、おっ庶民や、左一番左のミンちゃんやな、オブセッションのミンちゃんやなお前は、ってことは多分ストライクを使うなお前、じゃあ早めに届きたい、オッケーで、ストライク使わせ、まあ使わせましょうか、打たせましょう、このままやったら地下に連れてくぞっていう感じのを見せれば使うでしょ、よしで、後ろの方に走ってたね、どっちへ、こっちか、オブミン、あオブミン、こっちか、
待て、どこや、そこか、よいしょ、あー違う、壁に引っかかった、壁に引っかかりました。どこ行った、あーでもまだそこにおるな、じゃあまだ終える、じゃあまだ終える、待てー待てー、くそすごいむずい、なんかいつも飛ぶと思ってる距離よりも気持ち短いのが多分ちょっと、もともとそんなに僕マウス上手くないんですけど、さらに普段使ってる時よりやや距離が短いのが多分感覚のズレにつながってて飛ぶなー、ナース飛ぶな、でも気絶時間が長いせいで見失うなこれ、ん、あこれする、おった、うん、オッケー、あかん、オブセッションミンちゃんにめっちゃ時間かかってしまった、まずいな、いやまだ大丈夫、ラスト1個からですよ、しかもノーワンもあるしね、まあ、まだここで負けが決まったわけではない、うわーちょっと遠いですね、発電機が、これはもしかしてオブセッションミンちゃんが発電機の残っている場所を全て把握した上で引き離したのかもしれん、さすがオブセッションミンちゃんやな、これは何ミンちゃん、これ何ミン、これ左から2番目ミン、左ミン、まあちょっと発電機優先しましょうか、まず抵抗なんで救助されるやろうけどよしとします、ここやな、ここが気になる、あーやっぱり結構回され、いやーまあまあまだ許容範囲ではあるな、まあ、うん、この辺にはいると、あおとおと、よーし追うぞ、お前は何民じゃ、くそしまった、今のは確かにもう一回飛ぶべきやったな、もうね、あのね回数刻んだ方がいいのか一気に行った方がいいのか、回数刻んだらあー今一気に行けばよかったってなるし、一気に行ったら、ああ今もう一回飛んだ方が良かったってなるっていう、このこの事例、もうむずい、5回飛ぶのむずい、ん、あ見ちゃった一番右のミンちゃん、あお前ルイン壊したミンちゃんやんけ、ルイミン、ルイミンははい許さない、こっちかな、こっちの発電機気持ち回ってたしね、おった待ってー、いった、なんもう今距離が短くなってなければ僕の感覚的には超えてました、うん、多分感覚がもう全部おかしになってて長く溜めすぎたり逆にすごい短くなってしまったりが、刻む刻んでこ刻んでこ刻む刻む刻む、はい刻んで刻んで、はい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 刻んで、はいはいはい、よし、これは誰こ君誰、え君初民か、もしかして君も庶民、お、じゃあこれは最後に釣ったミンちゃん、ファイナルミンちゃん、これファイミン、この辺にしゃがんだのが見えたけど、まだノーワンを持っていることが敵にバレてないはずなので、どうしましょうかね、おった、よし、けー、あー、ルイミンか、ルイミンは確か死ぬよねこれで、そこ釣りたいけどちょっとゲートから近いので、あーもう一人おった、え別のミンちゃんもがいる、二民やと、あれ救助向かったかな、これで死ぬよね、類民は OK、開けてない、じゃあ救助行ってるな、救助狩りに向かいましょう、それはあかん、誰や、誰がファイミンを助けたんや、おった、 OKOKOK、 ファイミンもう一回釣れそうやな、誰が助けたんやろうな、オブミンかヒダミンのどっちかやと思うねんけど、どっちかやと思うねんけどってどっちかしかおらんわ、一人はもう諦めムードやね、かなりゲートの近くにおった、あれは無理でしょって感じやな、さてでももう一人近くにおる、さあ誰や、あーなんか白状やヒダミン白状や
もう一人おる。まあオブセッションついてるし、あオブセッションノーワンついてるしね。さすがに、あおった、ハッチ。なるほど、じゃあこれはわざと飛ばずにぐるっと回させて、はい残念よし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 。さあ迂闊やったのはオブミンでした。やったー、よかったよかった、3ミン釣れたらもういいでしょ。いやーミンちゃん祭りやった、ミンちゃん祭り堪能させていただきました。いやー5回ブリンク難しいですね、めっちゃむずいっすね、めっちゃむずいけど、まあ、見送るか。またねミンちゃん、また遊ぼうぜ。5回ブリンクはすげえ難しいけど、なんかミンちゃんに囲まれて幸せやったから僕はいいかなって思いました。いやーこれでね、次のアップデートで衣装が増えたらさらにもういろんな姿のミンちゃんが集まってくるわけでしょ、ミンちゃん集め始まるわけでしょ、楽しみですね。さてランクは、おー金金銀銀か、ポイントもまあ悪くないですね。いやーみんちゃん楽しかった。